んばんは。にゃほー。ちょっとテロップをかけますので、お待ちください。はい、終わった。今日はですね、何の日でしょうかと言われると、なんとワンワンワンの日で、犬の日らしいです。かわいい。ワンワン。まあでも、もっと有名な日がありますよね。そう、ポッキー&プリッツの日なんですけども、ちゃんとね、わざわざそのためにコンビニに行ってきました。プリン、ポッキー。もうね、残り2個しかなくってびっくりした。やっぱみんな日本人だから行事を大切にしてるんだなって思った。極細。そう、私は極細。今日のね、 STU48 の「もしもし」でもポッキーとプリッツの話をしたんですけど、私はその細いポッキーをいっぺんにこうガッて食べるのが好きです。やっぱ多いね、ポッキーのアバターの人が。どこでもらえたんって感じだけど、昔からあるよねそれ。ということでね、早速ASMR しよう。ちょっとイヤホン、イヤホン、イヤホン。待って、さっきまでつけてた。私はどこに置いたっけな。ちょっと持ってきます。お茶も持ってこよう。持ってきたんご。よし。あああ。準備オッケー。あああああ。それでは。やばい、ちょっと小声になっちゃう。普通にしよう。オッキポッキー。咀嚼音苦手な方注意かも。やば、なんかちょっと嫌だな、なんかこんな再生数伸びない YouTuber みたいなことするの。いきまーす。難しい。
音が出ないね。なんかね、細すぎてもう折れる、噛む前にポッポリッポリみたいな、超地味、パリパリ感がない。お線香みたいに4本でいきましょう。まとまってくれ。まとまらないんだけど。え、ちゃんとどうやって持ってもいい。いただきます。難しい。吸ってみたけど吸えなかった。ハムスターの真似。極細ポッキー、このぐらいの細さだった。普通のポッキーってこんぐらいじゃなかったっけって思うんだけど、これは極細なんだよね。今高速でポッキー食べたのなんかすごいヒリヒリするっていうか、やけどした感がある。ポッキーはこんなに急いで食べるもんじゃないんだ。まあちょっと話しながら、まあゆっくりね、ポッキーでも食していけたらなと思います。今日はね、2期生の公演の初日でしたね。なんかね、全然ゲネプロ見に行くつもりで、昨日ショールーム終わった後にマネージャーさんに見に行きたいですって言ったら、なんか昨日の6時までに言わないとなんかダメだったらしくて、ちょっと今からは
無理ですって言われて、ガーンってなって見に行けなくて DMM で見てました。そう、入れなかったんですよ劇場。悲しきかな。そう、予約制だった。やらかした。だからね、皆さんと一緒の DMM で見てました。いやでもよかった、よかったね、感動した。なんか全く違う舞台だなと思いました。自分たちがやってるのとは。あ、そう、自分たちの公演は18日から無料、期間限定で無料公開されますのでね、ぜひまだ見てない方は18日まで待てば無料で見られます。おきちゃんと同じ役の子は誰？私と同じ役の子は、ニーナ役はアンナちゃん、川又、アンピー、アンピー、スキピー、大好きピーのアンピーです。違うと思う、私とアンピーのニーナちゃんは。もう本当にみんな違う。でもなんかもう稽古の時では結構ごちゃ混ぜに入ってたから、なんかここにいないメンバーは2期の子がやってくれたりとかしてたから、個人的には自分はもうごちゃ混ぜでやっても違和感はないんですけど、多分また新鮮な感じになると思います、ごちゃごちゃでやっても。なんかパセリがホーの役なんですけど、ホーっていうフーさんがやってる役なんですけどね、なんかホーが落ち込んでるシーンがあって、一人で泣いてるみたいなシーンに、私がニーナが「ほう？」って話しかけるシーンがあるんだけど、それをパセリとやった時に、パセリその日めちゃくちゃ泣いてて、その前のシーンでめっちゃボロ泣きしてて、あ、めっちゃ役に入ってるなと思って「ほう？」って声かけた瞬間、もうニヤーみたいな、もうニヤニヤニヤーみたいな、そんな笑うってぐらい、パセリがね、私が声かけた瞬間もう笑うわ、セリフは飛ぶわみたいな、なんか で、うっすーみたいな、目を合わせないんですよ私と。だからね、もう一回やりたいですね、パセリと。あの時はそれまで、ね、めっちゃフォーだったの、すごいね、もうみんな釘付けのアンとフォーのシーンみたいな、稽古場からねずっと見てたんだけど。 なんか私が話しかけた瞬間、おさきさんに おさきちりかさんになってました。そう、可愛かった。 またでもやりたいですね、一緒にやりたいですね。結構ね、なんか違う、本当に全然違うから。楽しい、何回見ても。自分も今日ねアーカイブ見ました、自分たちのやつの。私めっちゃムカつく顔してた、なんか「ん？」みたいな。 なんか私ね、フォーに怒られてる時ね、なんかそんなつもりなかったね、すごいなんか人を舐めてるみたいな顔してた、ん？ただの「ん？」みたいな。 ええー、だ私こんな顔してたのって思って、私はなんかこう何言ってんだろうなみたいな顔して
るつもりだったんだけど、なんか5倍ぐらいムカつく顔してた。そりゃホウさん怒りますわ。この人怖いなぐらいの気持ちだったのに。舐めてる演技かと思った。違うの、あそこ別に舐めてないの。ちょっとこの人怖いなって思ってるところのシーンなの。ピアン。でも明日からリアニメーションの稽古が始まるからセリフ覚えなきゃあかん。まだ全然入ってない。やばい。やばいんご。んご。頑張る。頑張る。あとあの宇野校のレッスンもあるんですよ。宇野校のね記念式典のライブ。もう締め切り終わっちゃったんだけど、自分のファンの方でも行くよって人いたから楽しみ。うのこ11月の28だったかな。その式典でもねパフォーマンスさせていただくので、岡山県民の方しか見れないんだけども、久しぶりにやる曲とかもあるからちょっと頑張る、そう県内の方だけなの。あ、でもその後の船の案内、なんか船上案内みたいなのは当たってる人もいるの。ツイッターにさ新機能ができたの。なんだっけ、なんかインスタのストーリーみたいな、なんだっけ名前忘れちゃった。フリート、あフリート、すっごい覚えにくい。フリートって何って感じだけど、フリートね今日初フリートした。なんかアップデートしても現れなくてね、えー、って思ったら、あのしばらく経ったら見れるようになったから今日動画載せた。あとパセリとの LINE も載せたかも。そう、アンドロイドね見れないらしいよね。アンドロイドも早く何搭載できるようにしてほしい。今後はねなんか動画とかフリートで中心に載せていこうかなって思います。アンドロイドでも見れた。あ、そうなの？見れるアンドロイドと見れないアンドロイドがあるのかな。しかもね、既読した人が分かるようになってるの、こっちからだと。なんか本当にすごい足跡みたいな、この人が見ましたみたいな感じで投稿者から見れるようになってる。DM 来るとか来ないとか。でも自分っていうか ST48 はあの自分がフォローしてる人からしか DM 来ないから、なんか本当はめっちゃ喋ったのフリートについて。本来こうインスタとかみたいに何こうストーリーじゃないフリートしてこうハートいいねみたいなのを押したら DM にいいねがいくらしいんだけど、でも自分のは皆さんがいいねを押してないのかは分からないけど、自分は自分がフォローしてる人のからしか来てない。多分あの解放してないから。
からメンバーからしか来なかった。今日は千穂さんとの動画を載せました。でも24時間経ったら消えちゃうので、ね、ちょっと目に焼き付いといてください。なんかもう何のこっちゃって思って昼間にツイッター見たらみんなが新機能のことツイートしてて、でも自分のタイムラインにはそのアップデートしたのに新機能が全然見れなくて、すっごい置いてかれてるって思って5分後にツイッターもう一回見たらなんか知らない機能がいっぱいついてて、ああ来たって思ってなんだこれはってなりました。焦った。なんでね、まあ、でも私のフリートの活用は基本動画載せるばっかりになると思います、うん、のでまあタイムラインの一番上に更新されてたらぜひ見てみてください。よろしくです。保存できる、え、どうなんだろう、保存できないんじゃないのかな。まあでも全然おのおので画面ロゴがなりなんなりして保存してもらっても大丈夫です。まあいつかね、ちょっとアンドロイドの方にも搭載されるといいですね。iPhone だけなのは寂しいですね。私は iPhone11。プロじゃない方の11。最近メンバーが12に変え出してちょっと羨ましい。みちゅさんかな、12になってた、でもねアップデートしてないんですよ全然その iPhone 自体の。なんか iPhone アップデートしたらショールーム対応してないって言われて、アップデートずっとしてなかったんだけどココアさんがしててショールームできるよって言われたからしようと思ったんだけど全然してない。なんかホーム画面とかめっちゃ全然違ってた。まだそれを経験してないんですよ。
そう、なんかショールームはその 14? にアップデートしたらできないくなるみたいな聞いたんだけど、なんかココアさん多分アップデートしててショールームしてるんよね。だからあれ?って思って、もう OK なのか。しよう、よっしゃ、うん、いや昨日のさ、昨日ショールームの終わり際に言ったんだけどさ、デスノート最近読み始めてね、今日全部読んだの12巻まで、この2日間で読み切ったんだけども、なんかびっくり、うん、私頭悪いからさ、なんか理解を しないのねなんかすごいこの人たちすごい頭脳戦を繰り広げて裏の裏の裏を書こうとしてるんだけど、私はもうまるで理解ができなくてね、うんうんうん、わからんってなった。もうね、ひたすら文字文字みたいな。 L が死んでからむずい、え、本当に難しい、もうよくわからんかったほんとに多分ね、なんかじっくり読まずにパパッと読んで、私ね本って一回パパッと読んで一回そこで完結しちゃって、またじっくり1日とか2日空けて読み返してやっと理解するみたいな多いから、今さらっとまだ読んだだけなんですよ。だからね、あのメロがなんかすごい何をしてなんで死んだのかよくわかんないね。なんか勝手なことして勝手に死んだイメージがあるんだけど、あれ、なんで死んだんだろうこの人って思って、まだ全然理解できてない。なんか気づいたら死んじゃってた。ちゃんと読み返す、ちょっと頭の理解が追いついてない。あ、1ヶ月前に14に対応したってショールームの運営にお知らせあった、ありがとう、うん、なんかもう最後はね、もうライトがうわーってなって死んでしまった。あれってさ、最後にさ、ニア僕の勝ちだって言わなかったらワンチャン、あ、でもどうなんだ、ダメだったのかな、すごい、なんかちょっとまだ勝利してないのに勝利宣言しちゃったから、ライトはキラだとバレてしまった。積んでた、確かに。え、私本当に疑問なんだけどさ、時計にね紙をやって、あのめっちゃ見てて思って、すっごいこれ本当にかけてんのかなって思ったのが、こう L が隣にいて、でライト一回記憶をなくして、でもう一回ノートを持った時に記憶を取り戻してして、何その時のそのノートの所有権の人物を殺さなくちゃいけなくて、でも L が隣で見てるから L にバレないように殺す時に、なんかすごいね、あのすごい書き方してたの。片手でこう時計の中に仕込んでた紙をこうやって、こう針で自分の指を刺して片手でこう書いてたんだけど、そんな書けるって思って嘘でしょって。え、そんなここら辺に人がいてこう思うと思って片手で書けるのかな。もうなんかプル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 ってなりそうじゃないのかなって思うけど、ポ
ポテチ食いながら描いてるし器用なんだろうね。ポテチのシーンもめっちゃ思った。でもあれさ、ゴミポテチの中にテレビつけて犯罪者さばいてたけどさ、でそのポテチの袋ごとそのテレビ、小型テレビもゴミで出したけど、ゴミ調べられなかったなと思って。確かにポテチどうやって見てたんだろう。いやでも面白かった。なんか、ちゃんと読み返そう。ちょっと映画も見たくなった、なんかドラマ版はねちょうど高校生ぐらいの時にやってて、なんとなく見てたんだけど、ドラマ版なんか結構設定が違うからちょっと映画を見ようかなって思う。謎のデスノート、今さらちゃんと読んだという。なんかおすすめあったら教えてください。なんかメンバーにはね、野良神面白いよって言われたんだけどね、まだ見てない。なんかたまにファンの方からおすすめされるやつも見たりもするんだけどね、最近全部ねもういろいろ見ちゃって、新しいのにハマりたい。どう、なんか何でもいい、どういうジャンル、面白いのがいい。面白いのがいい。範囲が広すぎるね。どんなのが好き？いやもう本当にね何でも好きなんだけど、なんだろう、今の気分的にはちょっとなんかバトルアクション系とかも見たいかもしれん。やっぱ呪術廻戦ちゃんと読んだ方がいいのかな。なんか大体私みんながハマってるものは普通にハマるから、ただハマる時期が遅いだけで、頑張ればっていうかちゃんと見たらハマると思うんだけどな。なんかまだ見る気にならなくてちょっと見てない。途中までは見たんだけど。みんながおすすめしてくるやつ、なんか名前だけ知ってるっていうのが多いかもしれない。ブラッククローバー、あ、なんかブラッククローバーはフーさんが読んでるって言ってたかも。なんかね、ちょっと夜中に読み返したいなって感じ。ああ、アジンもね、なんか風地方が読んでた気がする。アジン見たことないな。
真面白い。そうなんだ。どういう系の話なのか全く知らない。てら、たらない。どういう系の？ガンツ的な？じゃなくて。あ、映画もやってたのね。ちょっと調べてみようかな。ありがとう、皆さんおすすめをたくさん。ちょっと夜とかね、暇だから見てみたいと思います。うん、次は何にハマるでしょうか。とりあえず今はチェンソーマンって感じけど、チェンソーマンは読んだらすごい鬱になるから、もう一話一話を読まないようにしてる。ちゃんと一気に単行本で買おうかなと。最近ね、一話一話ごとに買って読んでたんだけど気になっちゃって、でももうやめた。習慣で追いかけるんじゃなくて単行本で揃えることにする。毎週月曜日に気分が沈むのでシューンってなっちゃう。ゴールデンカムイは追いかけてます、一応習慣で、うん、普通に面白い。ゴールデンカムイはフーさんにおすすめしといた。そうだよ、ポッキーオキポ。ジョイジョイジョイ。遊びたい、たい、たいたいたい。着物係迷う。なんか無気力だったね今の眉。眉眉ポキナベイベー、ポキナベイベー。
甘っ。食べ方のバリエーションがもうないです。口の中パサパサ。パサパサではないんだけど、めっちゃ甘い。こんなに甘かったかしら、ポッキーって。オキポッキー、今日ね、ちょっとカラオケでもしようかなと思っている前に、ちょっと水分を飲みます。重いんだよな、カラオケ。ショールームのカラオケ重いんだよな。止まるかな、止まるかな。止まると思ったよ、私も。もう一回やってみよう。止まらなかった。カラオケのランキングなんかめっちゃ変わってる。人気曲ランキングね、ショールームの。1位が炎、2位がグレンゲ、3位が夜にかける、4位が香水、5位がファンサ。ファンサめっちゃ自分好きなの。好きになってまた私を見て、もっと恩返しは愛のこもった嘆き数で。そう、鬼滅1位に。ファンサいいよね。ああ、止まる止まる止まる、使える楽天ポイントカードも。ああ、まあ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 、じゃん。まあ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 、じゃん。ダメだ。これはもうあかん。ちょっともう一回やってみよう。最後、最後ではないかもしれんけど、ちょっともう一回やらせて。もう一回だけチャンスをおられ。あー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 
れている俺の。ダメですね、もうこれは。ダメだ僕は。カラオケできないや。
あかん。あかんです。これは。お気に入りだった歌えるかも。確かに。私はね、11月のアンクレとずっと歌いたいと思ってるね。もうさ、履歴からしか歌えれないからさ、困ったよ。私の履歴もうずっと止まるからさ、ずっと同じやつしか歌ってたよ。思い出せる恋をしよう、恋の女はショーファイトしか歌ってないここ何ヶ月の間、もう何回この同じ曲を歌ってるのって感じ。もうね、検索させてくれないの、シクショールームが。だからね、履歴の一番最後の曲になっちゃうの。したらね、前と同じなんだよね。ウォー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 、歌えない。ということで、じゃあもうその3曲その3曲を聴いてください。嘘でしょ、嘘でしょ。まあいいや、ちょうど昨日歌ったから。重恋ちょうどいいじゃん、ちょうどいいじゃん、ちょうどいいよね。それでは聞いてください。思い出せる恋をしよう。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格。君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。とっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こう。
恋いい曲ね。もう何回目タイムリープありがとうございます。もうあれなんだね、53分なんですね。早い。あと1曲ぐらいか。あと6分。 OK。 じゃあもう何回目ショーファイ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 。右の服をくらっちまってくらいでカートするんじゃね。まぐれだろう。前に前に出ようとすればガードが下がる。油断するな。人生は巡り合いだ。ルールのないボクシングさ。耐久もラウンドも関係ない。サバイバルゲーム。13位が平行さん、12位がポトフさん、11位がデュラントさん、10位がアスパラさん、9位が台湾中心さん、8位がトートーさん、7位がモンブランさん、6位がカズノリさん、5位がパパパンダさん、4位がソウリュウさんでした。13位回までの皆さんありがとうございました。そして3位がとりあえずルービーさん、2位が市下さん、1位がマッカさんでした。最下1位までの皆さんありがとうございました。ということでポッキーの日、おやすみなさい。頑張ってこう。また明日も。ありがとう。いい夢見てね。みんな。
お疲れ。ありがとうございました。おやポッキー。うん、ぽやすみ。ありがとう。おやすみなさい。夢見てね。バイバーイ。切れるかな？切れるかな？ありがとうございました。まだ切れないかな？バイバーイ。